ラウラ・マルツァ通りは、イタリアのバイオリン奏者、ボローニャ出身。3歳の頃から、鈴木メソードで、フィオレンツァロシにバイオリンを学ぶ。10歳の時にエンゾポルタに指示し、地元のマルティーニ音楽院に進学。在学中の2003年に、イタリア国家小バイオリン部門で、第1等を終え、2004年に、アンドレア,アマティ国際バイオリンコンクールで優勝した。 このコンクールで審査員だったサルバトーレ・アッカルドの計らいにより、クレモナのシュタウファーアカデミーの国際コース及び、キジアーナ音楽院でもバイオリンを学べるようになった。2005年には、ビットリオ・ベネトシ国際バイオリンコンクールで優勝し、優等の成績で、マルティーニ音楽院を卒業した。その後、マルコ・フォルナチアーニの下で研鑽を積んだ。2006年には、ジュリアーノ・カルミニオーラの マスタークラスに参加し、またイモラでパベルベルマンのレッスンも受けた。2008年にはアンドレア・ポスタチーニ国際バイオリンコンクールで準優勝。2008年から2010年までチューリヒでザハール・ブロンの訓導を受けている。2011年のシオン国際バイオリンコンクールと2012年のブエノスアイレス国際バイオリンコンクールで5位入賞している。2014年から ミラノスカラザ管弦楽団に所属し、ダニエル・バレンボイムの推挙により、コンサートマスターとなった。ありがとうございます。